大雨の影響で昨日氾濫した島根県の江の川。水位は下がりつつありますが、国土交通省と気象台は引き続き氾濫発生情報を出して最大級の警戒を呼びかけています。国土交通省によりますと、島根県西部を流れる江の川は江津市の2カ所で氾濫が確認されていましたが、昨日夜市内の合わせて8カ所で氾濫が発生したことが分かりました。あちらの堤防の奥を流れているのが江の川です。今回の氾濫によってこちら歩道がごっそりと崩落しています。そして車道の一部も崩れ落ちています。浸水が起きた江津市の川越地区では住民たちが今朝から片付け作業に追われていました。向こうに小学校があるんですけど、あれも地域コミュニティの本部なんですけどね、あそこも2年前に使って、再々2年に1回に使うというのは、ね、ちょっと非常に困るものですね。そうです、はい、山陰では今日も断続的に雨が降る見込みで、気象台は川の氾濫に引き続き警戒するとともに、地盤が緩んでいることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。